本日北朝鮮がまたも弾道ミサイルの発射を強行しました。安全保障上の重大な挑発行為であり、そして国連安保理決議に明確に違反し、断じて容認できません。強く非難します。この後直ちに NSC 国家安全保障会議を開催します。今後さらなる挑発行為もその可能性も十分に考えられます。米国や韓国緊密に連携しながら、いかなる状況にあっても国民の生命と財産を守るため万全な対策を取ってまいります。